二宮町は神奈川県の南部に位置し、中軍に属する町。町名は相模国の二宮である川口神社があることにちなむ。南は相模湾に面し、海岸線と並行するように、青昇バイパス、国道1号、東海道本線が東西に横断する。北部は大磯丘陵と呼ばれる、なだらかな丘陵地が東西に伸びており、この間を、 小田原厚木道路が通っている。町の中央部をくず川が、西部を中村川が流れている。町の名前は、町内にある、川口神社が、相模国二宮であることに由来する。行政区域では、湘南に属しているが、市町村合併、ゴミ処理広域化などで合意に至らないことも多い。住民の中の若年層の伸び悩みで、活性化が期待されている。 1964年開通の太平洋横断海底ケーブルのグアム日本線の終端陸用地として二宮中継所が置かれた。この海底ケーブルの運用開始により日米間の即時通話が可能になった。現在は光ファイバーケーブルに更新している。旧来のケーブルは1990年に運用を終了したが現在は 東京大学地震研究所に上渡され、地震予知や、プレートテクトニクスなどの研究に用いられている。相模トラフ沿いで発生すると考えられている、巨大地震に対し対策が検討されている。2015年3月、津波浸水想定検討部会は、将来的な津波浸水予測を発表し、二宮町で17.1メートルの津波が襲う可能性を指摘し、 ハザードマップの見直しが図られている。郵便番号は以下の通りとなっている。二宮郵便局259から 01XX255 から 00XX255 から 85XX255 から 86XX255 から 87XX 地方債等の残高地方債の合計128億9200万円。明治6年、二見昌平が韓国産の落花生種子を入手し、試作した。明治15年、この不複性落花生から立落花生を選別した。町立のすべての小中学校において、学校給食が実施されている。小学校、編集中学校、編集高等学校、編集、ホール、 集会場、編集図書館、編集博物館、編集美術館、編集公民館、編集体育施設、編集隣接自治体への連絡、編集小田原市東海道本線神奈川、中央交通バス、平塚市東海道本線神奈川中央交通バス、大磯町東海道本線神奈川中央交通バス、中井町神奈川中央交通バス近隣自治体への連絡、 編集肌野市神奈川中央交通バス神奈川中央交通西二宮駅団地中央のバス停を中心にバス網が構成されている二宮町コミュニティバス平日の昼間に町内を巡回するコースで運行されている神奈川中央交通西が運行 JR 東日本東海道本線で横浜駅乗り換え港未来線で日本大通駅下車有料道路 編集ただし、二宮インターチェンジ、大磯インターチェンジ間は、料金所を通らないため、料金は、不要となる。ただし、大磯西 IC から、下り方面に行く場合は、青少二宮インターチェンジと立花、インターチェンジへの出口がなく、立花料金所を過ぎないと、バイパスから出られないため有料となるが、 立花料金書を過ぎてからバイパスに入れる立花インターチェンジからの上り方面は各 IC から出ることができる。つまり立花インターチェンジから大磯インターチェンジの上り区間は無料となる。一般国道、編集都道府県道、編集2018年9月18日、町は30年以上前からある一定時間を超えた。 残業時間に対して残業代を払ってこなかったことを明らかにした。時間がいてあてを月20時間、年240時間を上限とし、それを超える部分において遅くとも1987年から支払ってこなかったという。記録が残っている部分だけで、過去5年間で延べ449人に約1億1330万円が支給されなかった。出身者在住者。 福三十六景より、総集梅沢左海岸の小さな町の駅に降りて、彼はしばらく物珍しげにあたりを眺めていた。駅前の風景はすっかり変わっていた。突然、彼は化石のように足を止めた。青々とした葉を波打たせた広い芋畑の向こうに、一列になって模服を着た人々の小さな壮列が動いている。山川正夫。 夏の創立1955年の冒頭部分秋の朝だ。私は今二宮の街を歩いている。私は、まず郵便物をつぼねに持って行き、それから妻の好きな一軸をいくつか八百屋で買い、ついでに薬屋で、ほとんど中毒仕掛けている、アンプル入りの風邪薬を買い、その帰りに、実はこれはまだ妻の許可を得てはいないが、本屋で、鉄腕アトムの最新号を買ってくるつもりでいる。 最初の秋冒頭部分、ありがとうございます。